カポン TV なんとかショー。はい、こんにちは、フカポンです。見ているだけで利回りの上がる TV ショー、フカポン TV ショーの時間がやってまいりました。皆さんの、ね、利回りを上げていきたいと思いますね。まずは今日はですね、ブカブカの、腐りまくってる、もう歩くことのできないぐらいブカブカになってる床をですね、増し張りによって強化していきたいと思います。今日は増し張り、コンパネ12枚買ってまいりました。ジャスコンパネ12枚、これ全部張り終わるまで帰りません。それでは現場に行きたいと思いますので、現場へどうぞ。はい、じゃあ現場着きましたんで、やっていこうと思います。今ね、このコンパネ12枚ですね、運び込みました。でそれからちょっと、取ってなかったんだけども、あっちの部屋の畳を、ちょびっとだけ処分しに行ってきました。こっちね、こっちにある前回こっちの部屋、前回こっちの部屋を、和洋チェンジした時に出た畳が、ここにあるんですけど、これを、今処分しに行ってきましたんで、今まあ残りね、また半分あるんですけども、ここにですね、このまた畳をどけて、そんで、もうちょっとね、伝わるかな、ここ結構ね、ブワンブワンなんですよ。ほら見て、これやばいっすよ、これね、ブワンブワンなので、これをですね、増し張りによって、やっていきたいと思いますんで、まずはここからやっていきたいと思います。じゃあいきます。はい、というわけでね、今回もやっていきますよ。まずはね、床の掃除からなんですけど、前回ね、掃除したのにこっちの部屋に畳を持ってきちゃったから、また汚れちゃったんですよ。まあ二度手間にはなっちゃうんですけど、まあちょっとしょうがないですかね。なので、まあ悔しいですが、とりあえず掃除をしていきます。でコンパネを敷き詰めます。前回ですね、ちょっとあっちの部屋の和洋チェンジをやった時にですね、うちのね、スーパー設備屋岩さんがですね、値段がこうやってあるのに対して、この板がこう直行するような、バッテンクロスになるように引くことによって、よりその強度が増すよっていうことを言ってたので、ずいぶん前に僕昔聞いたことあるんですけど、全然忘れてて普通にやってたんで、分かりましたということで、今回は、この部屋はこう横にこういう感じで値段が入ってるっぽいので、それに対してこう直行に置いていこうと思います。じゃあまずこいつから、打ち付けて、この部屋を全部完成させていきたいと思います。じゃあいきます。全くもってね、ここまでね、突っ走ってきてね、そんなことも知らねえのかよって感じなんですけどね、知らないんすよね、素人なんでね。で、これね、2枚重ねて、今丸ノコでビャーって切っちゃいました。そしたら壁紙の何て言うんですか、合わせ切りみたいな感じで、バチバチにね、切ったところが合うので、で、あと細かいところの加工ですね、この窓の枠のとこですね、採寸をして、引っ張って切って、丸ノコでね、切って、で、はめていって、まずこの2枚ですね。で、ここら辺から、固定ですね。ビス打ちを、していきます。で、最近はね、ビス打ちするのにもね、ちゃんとね、炭打ったりとかしてね、やってます。あ、これもね、炭打ってますね。はい。で、真ん中の2枚ができて、真ん中の2枚はね、ほぼ無加工なので、真ん中で切り合わせするだけなんで楽なんですけど、残りのこのね、2枚がね、やっぱりこの、なんていうんですかね、敷居であったりとか、ドアとか窓とかの微妙なこのカクカクですか、そういったところのね、加工がやっぱりね、難しいんですよ。今ですね、ちょっと初めて使ってみるんですけど、こういう商品があります。これ何ていう名前だか分かんない、これうちの FFC の熟成さんのね、茶色黒さんっていう人がねくれたんですけど、こういうとこあるでしょ、こういう微妙なデコボコっていう、もう皆さんお困りのとこ、そこにこうやってギャーっておっしゃってると、こんな感じで見てください、これ完璧ですよ。これで、これをこのままこうやってきて、この辺にギュイーンって書いちゃえば、それで OK っていうやつなんで、ちょっとこれで、作業してみたいと思いますんで、いきます。これなんで今まで使わなかったのって感じなんですけど、今更使えます。これね、本当に今みたいなデコボコのところやるときめちゃめちゃ便利ですね。今までもう結構真面目に採寸やってたんですけど、これはね、めんどくさがりの僕にはね、もう最高ですね。なんで本当に今まで使わなかったのみたいな感じなんですけど、あんまり使わない方のね、道具箱のね、中にずっと入ってたんで、眠っちゃってたんですよね。もったいないですよ、本当に。今日もね、頭から使ってるもっと早かったと思うんですけど、で、まあこの後の作業ね、全部ね、使っていくので、まあ、特に問題ないんですけども、これね、なんていう商品だか分かんないですけど、おすすめですね。で、あとは打ち付けるだけですね。はい、というわけで完成しました。約増し張りしただけですけどね、増し張りしただけで、まだ CF とかはちょっと引かないんですけど、今4時40分なんで、ちょっと時間かかっちゃいましたけども、まあまあまあですかね。あそこのね、角でね、ちょっとね、苦戦したんですよ。ちょっと見てください、ここのとこ
ここ見て、ここ、こんなもうパズルみたいな結果になっちゃったんですけど、ここでね、ちょっとですね、タイムロスを食らいましてですね、まやさんも失敗したし、僕もね、がっつり失敗したんで、でも、なんとか、できましたんで、とりあえずね、まだ CF は貼らないんですけど、CF とかはもう最後に、引いてきます。で、次ですね、ちょっと最後までお伝えできるかわかんないですけど、真っ暗になる前に、次、こっちのね、こっちのキッチン、こんなドロドロなんですけども、こっちもね、床ぶっかぶかなんで、特にここがね、もう多分ね、ちょっとあれですよ、体重ある人乗ったらもう、ピューンつってね、地下行っちゃうと思うんで、次ね、ちょっとね、ここを、貼っていきたいと思いますんで、いきます。で、このお部屋の床の上にあるもの全部撤去ですね。キッチンから何から全部、外してですね、それから壁のね、装飾品関係も全部外していきます。ちょっと皆さん見てください。砂壁直張り、僕より先にやってるやばいやつがいますね。砂っつってもなんかコンクリみたいな感じこれ。なんか不思議な感じですね。やばい。このまま貼りたいけど、これ剥がさないとこれ貼れないな。剥がしましょうか。剥がすととんでもないゴミ出るんですよね。でもまあ、剥がすしかないな、これ。普通にこのままだとか、かっこいい。剥がしたら結構いい感じになるんですね。なんかね、でもまあ物件が古いからやっぱ古さは隠せないですね。じゃあちょっとまあこういうなんかこう飾り関係とかこれ何なんだろう、こういうの全部ちょっと、外していきたいと思います。まあなんでかわからないですけども、このぐらいのね、年式の人たちはね、まあ壁だの棚だのね、釘だのネジだのね、まあ好きですよね、本当に。壁の装飾品っつうんですか、つかそれしかなかったのかなって思いますよね、本当に。壁につけたりとかする手段がね、画鋲とかもね、本当にめちゃくちゃな数ありますよね。ハテナ型の、なんていうんですか、釘っていうかネジっていうかね、フックとかもね、もうめちゃくちゃな数出てきますよね。で、まあ丸々一周ですね、壁紙全部剥がして、で下地の、砂壁ですね、出てきちゃったんですけども、まあ、また貼り直すので、よしとします。とりあえず壁をフラットにするのが目的です。ちょっと今見てほしいんですけど、皆さんここに換気扇あると思うじゃないですか。で今ビス打ちされてたんですよ、これ。で外したらもうこんな感じで、もう普通に外なんですよね。そう、もう本当これなんだ、パッドショールかな、これなんかのボードなんですけども、でなんかね、この方このケーブルがこうガーって来てて、でしかもこれを、ね、オンにしたらなんか動いてる音がするんですよね。で外行ったらもう一個換気扇ついてて、なんとここに意味わかんないですけど、なんかもう一個換気扇ついてるんで、これはいらないですね。何のためにつけたのかわかんないですけど、だからどうしよっかな。でも動いてるんですよね、これね微妙、壊したいっすけどね。でもまあ動いてる以上いいのかな。いやキモいな。でもここですもんね、結局ね。だからやっぱりこれは撤去して、ここにちゃんと、換気扇をまた、買ってきてつけたいと思います。だからこれは全部、ぶっ壊しちゃいます。はい、じゃあやります。はい、というわけでね、ここからね、タイムラプスでバーってやっちゃうんですけども、こっちのね、リビングの、増し張りですね、全部、終わるまで帰らないっていう感じなんで、タイムラプスでめちゃくちゃ早いですけども、かなりね、チャキ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 、作業を進めてですね、無事、最後のね、一ピースも、ハマってですね、帰ることができました。もう超疲れました。わー。はい、というわけで、映ってかな。はい、というわけで、完成しました。床、パチパチ。今日の目標はですね、もう床できるまで帰らねえっていう、約束だったので、無事にですね、自分との約束を果たすことができました。まやさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。なんとかですね、キッチンとそっちの部屋ね、両方6畳と、4畳、まあ、キッチン分もあるんで、まあ、約5畳ぐらいあるんですけども、無事に終わりましたね。いやー、結構疲れましたね。はい。はい。っていう感じで、所要時間は、何時だ？今、あ、そっか、落ちてない。8時半だから、トータルで7時間半。7時間半か。7時間半で、2時間。あ、はい、2時間で。7時間半で2部屋の床が、完成しますんで、皆さんも、やってみてね。再現性少ないけど、やってみてください。今日の総費用は、約1万9500円ぐらいで、床のね、
全部で12枚コンパネ、ジャスコンパネ、今ちょっと値上がりしてるんで1450円とかだったかなが、12枚でそのぐらいのお値段になります。じゃあ今日は、その辺で終わりにしたいと思います。じゃあ以上です。ありがとうございました。なせばなる。